日本ハム、マルティネスが中日への感謝忘れず、球場飯を差し入れ。日本ハムのアリエル・マルティネス選手は、古巣への感謝を忘れていない。18年から5シーズン在籍した中日との3連戦。エスコンフィールドに初めてやってきた元同僚たちへ、2戦目となった12日にサプライズを準備した。三塁側の中日ベンチ裏へ貼り出された紙には、マルティネス選手からの差し入れです。用意したのは、石井和成選手ご実家の石井米を使用した松本剛選手の牛下がり松本剛ボックスです。本拠地で販売されている球場飯を差し入れた。マルティネス、今回、このエスコンフィールドにドラゴンズが来ることになったから。松本剛さんにも手伝ってもらったんだと、舞台裏を明かした。同じキューバ出身のライデル・マルティネスや、中日時代にお世話になった通訳陣から。ありがとうとメッセージが来たという。これにネット上では、去年は中日戦でホームラン打った後、喜びを表には出さずに、古巣からホームラン打ってはしゃぐことはできないとコメントしたナイスガイ。今年もしっかり恩返ししてくれて、ハムファンは来てくれて本当にありがとうと思ってます。軍事も連夜の恩返し素晴らしい、お立ち台はぜひこの2人も呼んでください。マルちゃんや軍事選手、立派にスタメンで活躍され、今や敵ながら超あっぱれだ。これからも、さらに頑張ってください。おかげで中日は投手崩壊で沈みました、仕方がない。打撃は頑張っていたが、今日も投手がダメでした。マルティネスって律儀だね、笑顔もとてもキュートだし、顔から優しそうな人柄がいい。これからも頑張ってください。